どうも、豆チャンネルの豆ちげです。本日もご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけども、まあ見ての通りなんですが、コストコの買い物動画シリーズ第3弾です。じゃあ早速買ってきたものを紹介していきたいと思いますので、よかったら最後まで見てください。はい、では早速紹介していきたいと思います。まずね、なんか新商品って書いてたやつから先紹介していきますね。こちら、ソフトバゲット、これが、5本入りで498円。ちょっとフランスパンっぽい感じのバゲットですね。バゲットってフランスパンなんかなまあいいか、これがね498円、1本なんか100円弱ぐらいですね。なんか新商品って書いてたんで買ってみました。結構柔らかい感じですね、ソフトって書いてるだけあって。で、次もう最近もうね、皆さん紹介してると思うんですけども、このダブルキャラメルプリンですね。これ本当にね、なんかプルンプルンなんですよね。分からへんか。しまったうわ、すごいことになってる。やばい、怒られる。このプリンがですね、1498円。なんかね、冷凍もできるみたいなんで、最初にちょっとね、冷凍室入れて1時間か2時間ぐらい、完全に固まる前にちょっと出してもらって、切ってもらったら切り分けて冷凍できるそうです。はい。それとこの水がですね、どれやったかな、これがね698円、スプリングウォーター、40本ですね、500ミリの。これがね、湧き水って書いてました。だから水道水ではないですね。今までなんかコストコの安い水は水道水があったんですけども、なんかこれも新商品って書いてて、で湧き水って書いてたんで、かなり安いんで、買ってみました。はい、これが698円です。はい、この3つ新商品と書いてたんで、とりあえず買ってみたんですけどね。で、次が、割引商品になるんですが、こちらのクレイジーソルト、クレイジーソルトが、1498円のが300円引きで1198円でした。はい、それとアースノーマット、これがですね1898円。もともと結構高いですよね。まあ4つ入ってるんですけども、60日分の4つやから、まあ結構持ちますよね。これが200円引きで1698円です。で、子どもの靴下、これがね、1,2,3,4,5,6足で、918円のが180円引きで738円。だから1足あたり100円、100何ぼや、120円ぐらいですね。安いです。はい、それと、これがね今日一番のおすすめです。これがですね、ちょっと待ってくださいね。これがリンツリンドールチョコアソートチョコレートです。これね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、ちょっとね値段がね1528円と高めなんですけども、600g 結構入ってるんですね。で、一粒あたりがね結構大きくて、僕が何やろ、一粒なんか頬張るぐらいの大きさ、うん、かなり美味しいんで、これ実はリピート買いなんですけども、なんかある時とない時があるらしくて、だからあるうちに買っといた方がいいかもわかんないです。チョコレート好きの人にはほんとおすすめです。はい、値段高いんですけどね、結構要素入ってるんでね、持ちますね。で、次がこのアルトバイエル、これがですね、1380円。これとよく似たシャウエッセンやったかな。シャウエッセンは、1キロの袋1つだけらしいんですけども、こっちは500グラムのやつが2つで、まあ、1380円。値段もそんなに変わらないらしいです。はい、で、次が、バナナ、これね、ちょっとわざとまだあんまりなんていうんですかね、熟してないっていうか、まだちょっと黄緑っぽい若いやつ買ってきたんですけども、これがいくらだったかな。これがね 1.3 キロで248円です。結構まだなんていうのかな、完全に熟しきってないやつ、若いやつをわざと買ってきました。ちょっと寝かして食べようかなと思います。
はい、次が、ロシア産の、鮭ですね。切り身の、甘口で書いてますね。これが1552円。これ容量がね 872g、 100g やったり178円ですね。結構安いと思うんですけども、もう一つあのチリ産の、鮭もあるんですが、そっちが、148円ぐらい、 100g ね、はい、でちょっとまあこっちの方がちょっと高いんですけども、なんか評判いいらしくて一回買ってみました。はい、なんかレトレトする。はい、次がこれがリピ買いかな。餃子2種類。これあのいつもねこっちの餃子買うんですけども、今回まあ黒豚餃子、これ1回だけね前買ったんですが、味がね正直そんな覚えてないんですよね。でこっちがねかなり僕のおすすめなんですが、毎回これなくなったらすぐ買うんですけども、こっちが748円でこっちが899円で150円ぐらい違うんですけども、ちょっと味のそのどんな違いがあるのか、食べ比べてみようかなと思って、今回久しぶりにこっち買ってみました。あのまた美味しかったらレポします、美味しくなかったらもうレポしません。はい、こっちは間違いなく美味しいです。はい、それと、はい、これも大人気の商品ですね。はい、桜鶏の今回は胸肉を買いました。これが1148円。ちなみにね、もも肉がね2200〜2300円ぐらいしたかと思います。かなりねもう値段差が激しいんで、まあやっぱりでもそうですね、もも肉やっぱ美味しいのは美味しいですよね。でもね胸肉でも全然柔らかいですし、あの唐揚げとかにしてもチキン南蛮とかにしてもすごく美味しいんで、今回はこっち買いました。はい、次行ってみます。次がですね、これ三元豚っていうのかな、三元豚、三元豚ですね。ロースの真空パック、これ、とんかつ用に買いました。これが960円、100g あたり75円ですね。まあ、これはそのままもとんかつ用のロース肉です。はい、これは初めてかな、うん、いつもね、ヘレの方買ってるんですけども、ちょっとまあロースどんなんかなと思って買いました。そしてラスト、今回これまあ初めてなんですけども、エビの、むき身ですね。これが、これね種類めちゃくちゃ予算あって、なんか大きさとかね、あとなんか茹でてたり、おっぽがついてたり、そんなんでなんか金額が違うんですけど、今回買ったのはなんかこれも結構評判いいらしくて1728円なんですが、これ何個入ってんのかな、ね、だいたい50匹から70匹入ってんのかなこれ、グラムがね、908g、 うん、なんかもうこのままむき身になってて、なんか使い勝手いいらしくて、うん、だから買ったみたいですね。はい、で他はまあちょっといろいろ買いまして、今回は、合計金額 23,166円いきました。はい、で今回のですね、ガソリン入れたんですけども、今回のガソリンのクーポンは何だったかな、サラダでしたね。チョレギサラダが、300円ぐらい引きやったかな。まあちょっとうちは買わなかったんですけども、ありました。はい、ちなみにコストコの、大阪ですね、泉店です。はい、そういうわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいなと思ったら、ぜひグッドボタンを押していただけると励みになります。それと、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。